エールフランス422便墜落事故は1998年4月20日に発生した航空事故。エルドラド国際空港発マリスカルスクレ国際空港業の定期便だったエールフランス422便がエルドラド国際空港から離陸直後に山へ激突し墜落した。乗員乗客53人は全員死亡した。また二十二便は エクアドルの航空会社であるためが、ウェットリースしていた便であった。事故機のボーイング727から230は、ためが、エールフランスへ、ウェットリースし、エールフランスが運航する機材だった。3機のプラットホイット 2JT8D-15 を搭載していた、事故機は、1979年に初飛行を行い、34,586時間。 26,475サイクルを飛行していた。422便の乗員は定期的にボゴタからキトへ向かい、再びボゴタへ戻るフライトを行っていた。422便はパリ・ボゴタ間はエールフランスのエアバス a 3 4により運行され、ボゴタから自故機により運行されていた。乗客のほとんどはフランス人かエクアドル人で少なくとも37人が フランス人だった。ボゴタからは4人が新たに登場した。422便はエルドラド国際空港の滑走路13から離陸した。離陸後はそのまま2マイル直進し、ロメオで90度の右旋回を行う予定だった。しかし422便はロメオで右旋回を行わずに直進し続けた。16時47分に機体は 標高1170フィートのセロ L ケーブルの山頂から150フィート地点、空港から1650フィートほど高い地点に墜落した。目撃者は422便は低空を飛行しており、エンジンに問題があったように見えたと話した。また、一部の目撃者は墜落前に機体が爆発したと証言した。コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは、 現場から回収された。原因として離陸後に通常の飛行から逸脱し山岳地帯へ向かってしまったパイロットエーラーと状況認識の欠如が考えられる。ありがとうございます。